出雲国像は、出雲国を支配した国の宮津子。その氏族の長が代々出雲大社の祭祀と、出雲国像の称号を受け継いだ。天佐取引の地、ゆき子、剣平取りいの地、この出雲国の宮津子部屋シリング国の宮津子上、うなが国の宮津子、下津中見国の宮津子、いじむ国の宮津子、津島賢治か東東海国の宮津子、の隣、小 アマテラス・オーミカス・サノオの大臣、天マノホの命構想天神の直により、天ピスミグルの採取となりしより、自己生成進化を継承し、筆聖、清高氏を意にする。継承にあたりては一昼夜を入れぬうちに、その子新婚者に、モーデ人大霊器を用い進化を継承するをもって、国造となす。天、エビストリーの地また、ブイトリーの地、ウニッショウイノチ、ケンヒラドリーの地、また、 竹蔵熊大人、大瀬藩三熊の大人、出雲伊波日神、伊比氏と兵命、あたが立て熊命という。出雲国造伝統略出雲氏は国譲りに応じた大国出身を祀るため、天碧隅暮の祭祀を担った天のぼ日の大命を失踪、その小神の剣平鳥命を第二代とする。初めて出雲国造に任じられたのは仙台旧児本義によれば、 第十二代宇歌と九度からであるが、千家家の伝承をまとめた、出雲国造伝統略によれば、第十七代出雲雲期からであるという。公営に、恥氏が出ており、武蔵国造、阿波国造、偉人国造、新張国造、上海へ国,の宮津加海城国造、千葉国造、山市と同族。第十代崇人天皇の城には、国造のその飯入り値が、 兄の出雲りねに独断で神宝を朝廷に献上し、これに憤慨した出雲りねは弟を水浴に誘って偽の刀とすり替えて騙し討ちした。天皇は、秘密彦のと部、定川別を派遣して出雲りねを中殺してしまったとされ、国造本義には、飯入根の子が出雲国造に任命されたと伝わる記事が見られるように、上古の出雲地方を中心に、 大きな勢力を誇った出雲氏が、大和王権下において、出雲国造に任せられたものである。第十二代、慶光天皇の城にも、大須の命が地名を何を追う出雲立を殺した話が、見える。国造制は七世紀半ばの大化の改新以後、全国的に廃止される方向に進み、俗日本記によれば、第四十三代、元明天皇の和道元年に、インベスクネ国尾が、 新たに、出雲国主に任せられた。これは、国造制から律令に基づく国軍里制に、支配体制が移行したことを示す。しかし、出雲国造は、木の国づくりなどとともに、ごく一部の例外的な氏族として、国造の称号存続を許され、俗に本期の第42代文部天皇2年3月の上に、 筑前国宗方と出雲国の王の両軍の軍事は、共に三神党以上の親族を続けて任用する、ことを許すとの御事の理が記され、また、累次三大閣に、慶雲三年以来礼国の宮津古代軍領とあって、律令制下における出雲氏は、延暦十七年に説かれるまで、引き続き、出雲国像を名乗るとともに、出雲国東部にあたる王軍の軍事の職に、任じられていた。 王軍辞職を氏族に譲った後の出雲氏本家は、王軍から出雲軍木月里に拠点を移し、国蔵本拠に鎮座した元々の国蔵法裁者である王の熊野大社と合わせて言っていた出雲大社における祭祀に専念するようになったと考えられている。その後、現在に至るまで、出雲大社の祭取長を示す称号として、出雲氏の子孫が出雲国蔵を世襲している。また、 国造の代替わりの儀式である筆儀式に際しては、熊野大社と新婚神社に手儀式が行われ、現在でも熊野大社との関係を維持している。北島氏より枝分かれして、地方に複数の出雲大社所苑の神社が作られた。祭始継承は、古事記、日本書記と出雲国風時、千家家が伝える、慶務書、出雲国造伝統略に記されている。 国蔵の本拠は、出雲国王軍であったとみられる。歴代の国の宮津湖にも大津根の名が見えており、律令時代も王軍時に任命されている。国蔵の支配領域は当時出雲国と呼ばれた、地域、後の律令国の出雲国に相当する。国蔵の氏神は、出雲国一の宮の熊野大社。祭神は、くしごや命とされ、須佐のの命の別名とされている。 出雲国造家の称号と出雲大社の祭祀職務は、南北朝時代に入るまで一時相伝であったが、公営年間以降、仙下市と北島市の二市に分かれ、それぞれが出雲国造を名乗るようになった。南北朝時代の第53代国造、出雲工事は、この六郎さだたかを長愛し、国造を継がせようと考えていた。しかし、孔子の母である佐氏日にから、 サブロー・は病弱であるが兄であるので、後に、定高に継がせるとしても、まず一時的にでも兄である清隆に継がせるべきだと、説得を受け、清隆を後継者とした。その後、清隆が第五十四代国像となったが、やはり病弱であったため職務を全うできず、弟の五郎高層を代官として、職務のほとんどを任せ、そのまま、公営二年、 国造職を構想に譲ることとした。これに対して定高は自分に国造職を譲るのが本来であると猛烈に反発し、神事を中止し、軍勢を集めて社殿に溶けこもるなど、紛争状態となった。事態を重く見た守護大の吉大和岡区は清高構想側と定高側の両者に働きかけ、年間の神事や所領。 役職などを当分するという和洋状を結ばせた。こうして、公営3年6月5日以降、構想は、千下市、定高は、北島市と称して、国造化が並立し、19世紀後半の幕末まで、出雲大社の祭祀職務を平等に分担していた。明治時代には、千下市、北島市ともに乱爵として苦されたが、 出雲大社自体は内務省神社局の参加となり、千家氏は出雲大社教、北島氏は出雲教と、それぞれ宗教法人を主催して分かれ、出雲大社の宮司は千家氏が担った。戦後、神社が国家管理を離れた後は、出雲大社は神社本庁包括に属する別表神社となり、宗教法人出雲大社教の胸祠として、宮司は千家氏が担う。 公明は、出雲国造伝統略による。出雲大社教官庁なら、平安時代の出雲国造は、その代替わりごとに朝廷に参考して、出雲国造人が子を創造する儀礼を行っていた。儀式の次第は、演儀式に記されており、それによれば、まず新しく、国の宮津子となった者は朝廷に登って、新任の式を行い、天皇から不幸物を賜る。その後、 出雲に帰って一年間決裁をした後、再び朝廷に上り、新法、鬼絵を剣って神菓子を創造する。そして、出雲に帰って、また一年の決裁を行い、再び朝廷に参考して、剣物を捧げて神菓子を創造するという。文献の記録では、令期2年2月に、第23代国造出雲新旗康が、創造したとの記事が初見であり、以後、 天朝10年4月の第35代国造出雲市に豊か持ちによる2度目の創上まで15回の記録が見られる。しかしこれはあくまでも文献上であり、実際は最初の創上が旗安以前の国の宮津湖であったり、最後の創上が豊か持ち以降の国の宮津湖である可能性は高い。また神賀氏の内容や儀式の次第についても記録は、 演技式制定時点のものであり、拡大の相乗において同一ではなく、時代を追って変遷していると思われる。相乗儀式の起源については、朝廷が古代の在地勢力による服属儀礼を代表として、出雲国造に命じて行わせたとする説や、出雲国造が自らの系譜を朝廷の神話体系の中に売り込むべく始めたとする説などがあり、定かではない。 しかし、いずれにしろ、この儀式は古代日本において、他の国の宮津湖に見られない、出雲国造独特の儀式であって、危機神話において、出雲神話が非常に大きなウェイトを占めていることや、国造制の廃止後も出雲国造が存続された、理由とも切り離すことのできない儀式である。なお、第84代国造前下高都氏は、国造を継いだ、翌年の昭和23年6月、 宮中に散来して、出雲玉作りさんの元を玉三種一元を献上し、古代以来の神菓子創場を行った。質儀式は、出雲国像が代替わりの際に行う儀式であり、進化創続式とも呼ばれる。全国のみやつ子が起用した際、新国像はもに服す間もなく直ちに社内の時間に、こもって決済した後、引きり薄、引きりぎねを携えて、熊野大社に参考する。 そして熊野大社の高根日殿にてひきり薄、ひきりぎねによって火を起こし、切り出された進化によって調理された食事を神前に備えると同時に、自らも食べる。その後、新婚神社において、共演を受けた後、出雲大社に戻り、報告の儀式を行い、質儀式は終了する。この儀式にて切り出された神化は、その後、国造館の時日殿にて保存される。 国造は在任中この日によって調理したものを食べるが、国造以外はたとえ家族であってもこれを口にすることは許されないという。棺式の日は例であり、その日をもって調理されたものを食べることによって、天の保費の命以来代々の国の宮津子の霊魂を自らの中に取り込むのだとされている。出雲国造の新職装束で他の神社に見られない伝統は下記の通り、 ありがとうございます。